こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はパラレルワールドの体験談を紹介しようと思うぜ。霊夢もあの時こうしていれば別の選択肢があったんじゃないかと。過去を振り返って後悔したり、他の未来に思いを馳せることもあるだろ？もちろんあるよ。人生には誰しも、いくつもの分岐点があるものだぜ。パラレルワールドって、今ある現実の他に、別の現実が存在するのではないかという考えのもとに生まれたものだよね。ああ、平行世界とも言われているぜ。歴史ものの小説でも、本能寺の変で信長がもし生き残っていたら、などというテーマで書かれているものが多くあるぜ。現実ではない世界だからこそ、多くの人が想像の翼を羽ばたかせて、面白い物語がいくつも生まれるんだろうな。実は、物理学の世界でも、理論的にパラレルワールドが存在するのかどうか、議論されることもあったぜ。それで結論はどうだったの？未だその存在が確認されたことはないぜ。しかし、ないことが証明されたわけでもないぜ。どうしてそんなこと言えるの？現実世界でパラレルワールドの存在が疑われる、実際に起きた出来事がいくつか存在しているからだ。まさか？でも、想像するだけでもワクワクする。それじゃあ、早速、平行世界を体験したのではないかと思われる、いくつかの実例を紹介しよう。もしかしたら、霊夢が実際に、そういった世界に迷い込んだ時の参考になるかもしれないぜ。それではゆっくりしていってね。まずは、戦後の日本で起きた出来事だぜ。1954年、羽田空港に降り立った、ある男は、入国審査で足止めされることになったんだ。どうして？何か悪いことでもしたの？なぜなら、その男が持っていたパスポートは、トレドという存在しない国が発行したものだったからだぜ。トレド？確かに聞いたことないな。それはそうだぜ。当時も過去も現在も、トレドという国は存在しないからな。しかし不思議なことに、複数のビザスタンプがそのパスポートには押されており、その男は日本に来るのは初めてではなく、その年3回目の来日だと証言しているんだ。その他に男は、トレドが発行した国際運転免許証、存在していない銀行の小切手、複数のヨーロッパの国々の通貨などを所持していたぜ。来日目的が仕事なら、会社が実在するのでは？所属していると主張する会社は実在したが、その男の所属は確認できなかったぜ。男は、日本語の他に複数の言語を話せたが、彼の母国、トレドの公用語は、フランス語だ。地図を見せると、フランスとスペインのあたりを指さしたが、あるはずのトレドがないことを知ると、動揺していたそうだぜ。入国管理局は、長時間にわたって尋問したが、全く解決が見られず、監視をつけることを条件に、男をホテルの一室に宿泊することを許可したんだ。ふむふむ、15階にあるホテルの部屋は、窓が開かないようになっており、出入り口を警察官が警備していたにもかかわらず、翌朝には忽然と姿を消していたらしいぜ。完全に密室状態だったにもかかわらず？それは不思議だね。その後、警察も威信をかけて入念な捜索を行ったが、ついにその男を発見することはできなかったそうだ。トレドという存在しない国という以外は、不審な点がない男の話だぜ。もし、彼が密入国者であったり、どこかの国のスパイであれば、そんなすぐにバレるような嘘をつくはずもないよね。そもそも存在しない国のパスポートを子供のおもちゃ以外で作る意味もないぜ。今となっては彼が一体何者だったのか想像するしかないのかな。ほんの少しだけ歴史の異なる非常に近いパラレルワールドから迷い込んだ異世界の住人だったのかもしれないぜ。次に紹介するのは知らない土地に迷い込んだ女子大生たちの話だぜ。今から50年以上前、アメリカのユタ州で4人の女子大生が大学に戻るために車を走らせていた。時刻は午後10時頃、場所はモアブ砂漠だ。砂漠から高速道路へ入る分岐路に差し掛かったところで、白いコンクリートのような道を走っていることに気づいたそうだ。高速道路は黒いアスファルトで作られているはずなのに、白い道とは奇妙だね。ああ、普段見ることのない白い道。もしかしたら、気づかないうちに道を間違えてしまったのかと思い、来た道を戻ってみると、周りの景色は、小麦畑と木々の生い茂る。彼女たちが通ってきた砂漠とは似ても似つかないものになっていたそうだぜ。確かに砂漠を通り高速道路に入ったはずが、全く見たことのない場所に来てしまっていたんだ。ふむふむ、一旦落ち着いて場所を確認するために、車を止めようとスピードを落とし始めたところ、後部座席に座っていた一人が後ろを見て何かに気づき、早く出して、と叫んだ。慌てて車を急発進させた運転手の女性が、ルームミラー越しに後ろを見ると、そこには三輪車の上に卵型の乗り物が乗ったようなわけのわからない物体が光を発しながら
猛スピードで彼女たちの車に迫ってきたそうだぜ。それは恐怖。恐怖の中、運転手の女性が必死にアクセルを踏み続けていると、いつの間にか周りの景色は元いた砂漠に変わっていたそうだぜ。卵型の乗り物はどこ行ったの？後ろから迫っていた卵型の乗り物もどこかに消えていたそうだぜ。車の様子がおかしかったので、外に出て確認してみると、なんとタイヤが3本もパンクしており、ホイールキャップもいくつかなくなっていたらしいぜ。パンクで動けなくなっていた彼女たちは、翌朝砂漠を通る高速道路上で、パトロール中の警察に発見され、保護されたそうだ。無事でよかったけど、一体何が起こったの？その後彼女たちの証言のもと、捜査が行われたが、砂漠の中にあったタイヤ痕は、ある地点で忽然と消えており、そこから発見された高速道路の地点までの間に彼女たちの車が走っていた証拠も見つからなかったぜ。亡くなっていたホイールキャップも見つかることはなかった。砂漠の中に残っていたタイヤ痕が途切れた場所から保護された場所まではどのくらい距離があったの？約 3km だぜ。女子大生たちはどこを通ってその場所までたどり着いたのだろう？パラレルワールドを経由することで現実世界内でワープをしてしまったのかもしれないぜ。見つからなかったホイールキャップは別の世界で発見されて、その世界の人々を混乱に陥れているかもしれない。グリーンチルドレンと呼ばれる子供の話だぜ。12世紀半ば、イギリスのサフォーク郡ウールピットという村に突然二人の子供が現れた。姉と弟と思われる二人はどこにでもいる子供だぜ。見た目のある一点を除けばな。それはどういうことなの？二人は肌の色が鮮やかな緑色だったんだ。え？二人は珍しい見た目からか、その土地の有力者の元に引き取られ、その屋敷での生活が始まったそうだ。当初、二人は出された食事に手をつけず、少しずつ衰弱していったが、唯一、生の豆が食べられることがわかり、その後、だんだんと他の食べ物も食べられるようになっていったというぜ。豆以外を食べるようになってから、少しずつ肌の色が緑色ではなくなって、普通の人間と見分けがつかないようになったんだ。へぇ、それはどうしてなんだろう。フラミンゴは赤いプランクトンの餌を食べることで美しいピンク色になるようだが、この兄弟もそれに近い性質を持っていたのかもしれないぜ。そういう風に解釈すれば納得できるね。その後、弟の方は残念ながらしばらくして病気で亡くなってしまったが、姉の方は順調に成長していったぜ。言葉は通じるの？二人は発見された当初、誰も聞いたことがない未知の言語を話してたそうだ。成長した姉が、その土地での生活にも慣れ、英語を話せるようになってくると、その口から驚きの真実が語られたぜ。何何？彼女曰く、自分たちは、セイマーティンという土地の住民だったというぜ。そこは太陽が昇らない場所だったそうだ。ある日、二人で牧場の牛を追っていたところ、突然大きな音がして、気がつくと最初に発見された場所にいたとのことだぜ。もしかしたら、知らない間にパラレルワールドに迷い込んでしまったのかもしれないぜ。その後、彼女は結婚し幸せな家庭を築き、一人の子供を産んでいるぜ。子孫が残っているなら何かわかるかもしれないよ。その子供がどうなったかについては記録に残っていないが、もしかするとその血脈は今現在までも続いているかもしれないな。次に紹介するのは、ある日突然世界が変わってしまったという女性の話だぜ。2008年7月16日、スペイン在住で当時41歳だったレリーナ・ガルシアさんは、自分に起きている不思議な現象について解決を求めるため、インターネット上にある投稿をしたぜ。不思議な現象って？投稿の4ヶ月前、彼女が目を覚ますと、不思議なことにベッドシーツの柄が自分の記憶にあるものとは異なっていたそうだ。日付を確認すると、記憶のある寝た日の翌日、起きた時間も特に違和感はなく、その時は、さほど気にも留めず、いつものように出社した。しかし、20年以上勤めている職場に着くと、いつもと様子が違うことに気づいたんだ。何かあったの？彼女のデスクは確かにあるのだが、オフィスの名前が異なっていたんだ。また上司も知らない人間に変わっていたそうだぜ。ふむふむ。気分が悪くなり、その日はそのまますぐに退社したが、翌日出社してみると、やはりオフィスの名前も上司も違うまま、恐ろしくなり、すぐに家に帰って、クレジットカードなどを確認したが、もともと持っていたものと全く同じものだったぜ。家にあるだけの新聞を詳しく読み直してみたが、過去に起きた事件や事故は、すべて自分の知っているものばかり。他に変わったことはなかったの？彼女には、4ヶ月前から付き合っている彼氏がいて、彼の名前、仕事、子供のことなどすべて記憶していたが、彼の存在を示すものがどこにも見つからないし、連絡を取ることもできなかったらしいぜ。
探偵を雇って調べてもらったが、やはりその彼の存在は確認できなかった。彼の家も会社も子供も全てこの世のどこにもないんだ。どうしちゃったんだろうね。その後、病院で薬物やアルコールの検査を受けたが、全く異常は見つからなかったぜ。精神科でも診察を受け、強度のストレスによる幻覚と診断されたが、それを彼女は信じることができなかったそうだ。大きな事件や事故などは記憶にあるものと全く同じということだから、彼女の身の回りだけ過去の出来事が少しずつ異なっているのかな。不思議な状態だね。まるでほんの少しだけ異なる世界線に迷い込んだみたいな感じだぜ。この問題をインターネットに投稿したようだけど、結局解決できたの？彼女の問題は解決することはなく、今なお疑問を抱えたままのようだぜ。ペルーのアンデス山脈にあるマルカワシストーンフォレストは、人の顔や動物の形、アーチ状のものなど、様々な奇妙な形の石が散見される非常に神秘的なスポットだぜ。へぇ、神秘的なスポットなんて素敵ね。地元の医師が、ある半身の運動機能を失った女性を診察していると、驚くべき証言が語られたぜ。彼女は、マルカワシストーンフォレストの中で友人たちとキャンプをしていたところ、夜になって、近くの洞窟から少し変わった音楽が聞こえてきたというんだ。気になった彼女は、洞窟のそばまで近づいてライトで照らしてみると、奥の方で17世紀くらいの伝統的な服装をした人々が踊っているのが見えたらしいぜ。霊でも見ちゃったのかな？そういうことではないらしいぜ。そのまま吸い寄せられるように洞窟に入っていこうとした彼女を近くにいた友人が、洞窟の中に彼女の体が完全に入りきる前に手を取って引き戻したそうだ。すると、引き戻された彼女はちょうど洞窟に入った部分だけ身体機能が麻痺していたらしいぜ。どういうことなの？彼女が見た洞窟の中の景色は、パラレルワールドのもので、引き戻された時にその境目で神経が切断されてしまったのではないかと言われているぜ。嘘でしょ。もし、友人に連れ戻されることなく、そのまま洞窟に入っていったとしたら、どうなっていたんだろう。彼女は違う世界で無事に生きていくことができたのか、それとも、すべての神経が切断されて、動くこともできなくなっていたのか、それはわからないぜ。1850年から1851年に変わる頃、ドイツのフランクフルト近くの小さな村で、ふらふらとさまよっている不審な男がフランクフルトに連行された。市長自ら尋問を受けたその男は、白人で片言のドイツ語を話し、ジョファー・ボーリンと名乗ったぜ。彼は何をしていたの？彼は、長い間、行方不明の兄弟を探しているとのことだったぜ。不思議なのは、彼がサクリアという国に存在するラクサリアという地域から来たという証言だぜ。それはどこにあるの？サクリアもラクサリアも当時も今も存在しない国や地域で、さらに彼はキリスト教のことをイスパティアンと呼んでいたが、そんな名前も存在しないんだ。片言のドイツ語以外、ヨーロッパの言語を話すことはできなかったが、誰も聞いたことのない言語を話し、書くことができたんだ。パラレルワールドに迷い込んだ？それとも宇宙人？その後の彼の所在は不明となっているのだが、もしパラレルワールドに迷い込んだのであれば、何かのきっかけで、元の世界に戻ることができたのかもしれないぜ。1986年11月9日、スペイン人の男性、ペドロ・オリバ・ラミレスは、セビリアから 15km 離れたアルカラ・デ・グアダイラに向かって車を走らせていたぜ。時間は午後11時。途中、カーブを曲がると突然6車線の広い道路に出た。その道も周りの景色も今まで全く見たことのないものだったそうだ。そのまま車を走らせていると、遠くから、あなたは別の地球にある別の国に転送されたという不思議な声が聞こえてきたそうだぜ。え、怖っ。恐ろしくて止まることもできず、そのまま知らない道を1時間ほど走り続けていると、いつの間にか目的地のアルカラデ・グアダイラに到着していたそうだ。もし止まっていたらって考えると怖いね。たった1時間だけの異世界旅行、本当に戻ってこれてよかったよな。2009年9月9日、ジェームス・リチャードは、カリフォルニア州ターロック市にある友人宅から車で帰宅中だった。その途中、見晴らしのいい場所で、一緒に乗っていた愛犬がおしっこをしたそうだったから、車を止めて外に放すことにした。すると、愛犬がものすごい勢いで走り出したため、ジェームスも追いかけて走り出したが、地面にあるくぼみにつまずいて転んでしまったそうだ。そしてそのまま意識を失ってしまったらしい。気がつくと、見知らぬ部屋のベッドで寝かされていて、周りを見渡すと、その部屋には見たこともない大きな機械が置いてあったというぜ。何の機械なの？
とても一般家庭に置くような機械ではなく、見た目からは用途が全くわからないものだったそうだ。その時、おもむろに扉が開いて、愛犬が飛び込んできた。そして、その扉のそばには、一人の男が立っていたそうだ。ジェームスは、その男に助けてもらったお礼を言い、ここがどこであるのか尋ねたぜ。ふむふむ。すると男は、ここは、あなたが倒れていた6メートル隣だ。と言い、さらに驚きの事実を話し始めた。驚きの事実って、その男の話から分かったことは、ここは、ジェームスのいる世界と別の平行世界であることだ。平行世界のほぼ同じ場所にある家で、ジェームスは寝かされていたというの？ああ、そうだぜ。そして、男の世界では、別世界に移動する技術があること、部屋の見慣れない機械は、別世界へ移動するためのものであること、男は、平行世界へ移動した時に、倒れているジェームスに気づき、連れてきたこと、などを話してくれたそうだ。不思議な体験だね。二人は意気投合して、お互いの世界について話をしたぜ。歴史、科学、芸術など、多岐にわたる話をする中で、お互いの世界が共通する部分と、全く違う部分があることが分かってきたそうだ。お互いが共通する部分とは、一体何なの？お互いが好きな音楽の話になった時に、どちらの世界にも共通するバンドが、いくつか存在することが分かったぜ。その一つがビートルズだ。現実世界、つまり、ジェームスの世界では、ビートルズの存命中のメンバーは、二人になっていたが、男の世界では、ビートルズは4人とも元気で、まだバンド活動を続けていたんだ。つまり、現実世界にはないビートルズの新譜が存在するということだぜ。そんなことある？それで彼は元の世界に戻ってこれたの？その後、回復したジェームスは男の行為で元の世界に戻ってくることができたぜ。そして彼は、戻る前に男の目を盗んで、部屋にあったビートルズの音源が入ったカセットテープをこっそり持ち出していたんだ。ちゃんと聞けるやつなの？そのカセットテープには、エブリデイケミストリーというラベルが貼られており、これはインターネット上で公開されているから、誰でも聞くことができるぜ。アメリカのキャロル・チェイス・マッケヘニーは、車で目的地に向かっている途中で、自分の故郷の街を通りかかったそうだ。特に急ぎの移動ではなかったので、久しぶりに故郷の街を訪れることにしたそうだぜ。久々の故郷に胸を躍らせながら街に入ると、その景色は自分の記憶にあるものと全く違うものだった。何年も経過しているなら、街の風景が変わることもあるんじゃないの？それが、のどかで美しい故郷の姿が一変していて、時間が経過したことによる変化というよりも、全く別の街のようだったそうだぜ。建物や道路の位置関係はほとんど同じなのだが、建物の壁は落書きだらけ。治安も悪いようで、柄の悪い連中が絡んできたりもしたそうだ。祖母のお墓に行ってみると、お墓は確かにあるのだが、周りをフェンスで囲まれ、雑草が生え放題の荒れ果てた状態だったというぜ。ショックを受けたキャロルは、長居することなく、その街を去ることにしたそうだ。その後はどうなったの？数年後、キャロルの父親が亡くなって、祖母のお墓に一緒に入ることになったので、嫌な思い出を頭に浮かべながら、再び故郷の街を訪れてみると、そこは昔通りの美しい街並みで、全く荒れ果てた様子はなかったのだとか。治安の悪い世界に迷い込んじゃったのかな？ああ。もしかすると彼女は、ほんの一時だけ、偶然にも違う世界線の、不幸な分岐をしてしまったパラレルワールドに迷い込んでしまったのかもしれないぜ。第二次世界大戦中に、フィラデルフィアでアメリカ海軍が行った、艦船を不可視化する実験があったとされているぜ。その実験で使用された、駆逐艦エルドリッジの元船員が送った手紙が残っているんだ。手紙？何が書いてあったの？それによると、1943年の10月に行われた実験の結果、駆逐艦エルドリッジは、姿を完全に消し、その後、360km 離れたバージニア州ノーフォークの艦船ドックにほとんど時差なく移動したということだ。そんなことある？この事件は新聞でも報じられたらしいぜ。ただし、その不思議な現象の代償として、多くの船員が亡くなってしまい、生き残った船員たちも精神に異常をきたしたようだ。あまりの損失の大きさから、一旦その実験は打ち切られてしまったというぜ。その後どうなったの？その後1960年代に、フィラデルフィアでの実験の結果をさらに検証するために発足したのが、モントークプロジェクトだぜ。検証して分かったことはあったの？ジョン・ボン・ニューマン博士たちの検証結果によると、この世界に生きる人間は、地球の磁場と次元に密接する時間軸に依存して存在するため、次元を超えた瞬間移動によって、船員たちの心身を破壊したのではないか、というものだった。ふむふむ、モントークプロジェクトの記録では、博士たちはさらにそこから研究を進め、
異次元に人を送り込むことに成功したが、実験を完了する前にアメリカ連邦議会にその内容が発覚し、倫理的な観点からその後の実験を打ち切る判断がなされたということだぜ。もしこのまま実験が進んでいたらどうなっていただろうね。多くの犠牲のもとに飛躍的な技術革新を得られた可能性もあるぜ。パラレルワールドの体験談はいかがだったかな？私たちの世界から別の世界へ、別の世界から私たちの世界へ、どちらの体験談もあり、相互の行き来は実は思ったよりも頻繁にあるものかもしれないぜ。ある日突然、何の前触れもなくパラレルワールドとの接触に巻き込まれたという事例が多いようで、いつか、突然、違う世界に行ってしまったらと考えると、とても恐ろしいことだね。車を運転中に、そういった事態に遭遇するという事例も多かったので、自然災害と同じで、いざという時のために最低限の生活を送れるだけの非常用グッズを常に車に積んでおくだけでも、役立つことがあるかもしれないぜ。備えあれば憂いなしだぜ。あくまで私たちが知ることができるのは、パラレルワールドに行って戻ってこれた人の話だよね。もしかしたら多くの戻ってこれない人たちがいるのかもしれない。日本だけで考えても年間約8万人の行方不明者がいるぜ。もしかしたらその何割かはどこか違う世界に行って戻ってこれない人たちかもしれないぜ。科学的にパラレルワールドの行き来を実現した世界もあったようだから、もしこの世界でも自由に行き来できる技術が開発されれば、今とは違った旅行の楽しみが増えるかもな。それにしても体験談を聞いていると恐怖や混乱というイメージが強く、幸せになったとか楽しかったというものがほとんどないように思えるよ。どんな後悔のある人生だとしても、今が一番幸せなのかもしれないな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサマリサ、どうしたんだ霊夢。パラレルワールドって言葉を聞いたんだけど、どういうものなの？パラレルワールドはある時空から分岐し、それに並行して存在する、別の世界や時空を指す言葉だな。平行世界、平行宇宙、平行時空という呼び方も存在するんだぜ。そうだったんだ、異世界とは違うの？異世界や魔界、四次元世界とは違い、パラレルワールドは、我々の宇宙と同一の次元を、持つ存在だと言われているんだぜ。つまり、我々と同じような価値観を持った世界ということだな。アニメとかでのお話ってこと？実はパラレルワールドは映画やアニメの中の話だけではなく、理論物理学の、世界でもその存在の可能性について、様々な研究が行われているんだ。SF など空想の中だけの話ではなく、科学的に証明しようという試みがなされているわけだぜ。そして中には、パラレルワールドの存在を示唆するような発見や証拠が見つかることがあるんだ。そうなの？詳しく教えてよ。よし、なら今回は、パラレルワールドが実在する証拠を6選紹介していくぜ。ロマンたっぷりな内容になっているから、ぜひ最後まで楽しんでいってくれよな。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってねー。昭和65年の1万円硬貨。まず一つ目は、昭和65年の1万円硬貨だな。1万円の硬貨なんてあるの？1万円硬貨は日本硬貨額面の一つで、記念硬貨としてのみ存在するものだな。主にオリンピックや天皇陛下の在位何周年の記念に作られるもので、材質は銀貨と金貨が存在するんだぜ。希少なものなんだね。そして過去に何度かコンビニで、偽1万円硬貨が使用されるという事件が発生しているんだ。それらの事件には奇妙な反面が存在し、ネット上ではこの偽1万円硬貨は、パラレルワールドの別の世界線で使用されているものなのではないかと噂されているんだぜ。どうしてそんな噂がされているの？奇妙なことに、昭和は64年までしか存在しなかったにもかかわらず、この偽1万円硬貨には、昭和65年と記載されているんだ。しかも昭和64年はたった7日で終わっているから、昭和65年という年は存在するはずのない年号なんだぜ。そしてさらに奇妙なのは、使用者が本気で使える硬貨だと思ったと供述していることなんだ。そうなの？さらに使用された偽1万円硬貨には偽物であることを示すような2ミリ程度の穴が開いているにもかかわらず、2回とも1度会計を通過している点も疑問視されているんだ。そのうち使用者は昭和65年の1万円硬貨が使えるパラレルワールドから来たのではないか、という噂が流れ始めたんだぜ。あと使用者が偽1万円硬貨だと認識して使用してたのなら、防犯カメラの多い、コンビニで使用するのはリスクが高いもんね。その通りだぜ。そしてなんとこの1万円硬貨には希少金属が、使用されていて、造幣局と遜色ない鋳造技術で作られていたという事実が、ネット上で話題になったんだ。そんなにすごいものだったんだ。これは個人がここまで精巧な模造品を作れるのかという疑問もあるし、もしそんな技術があるなら、より本物に近しいものも作れるよな。存在しない年代にする理由もないもんね。
パラレルワールドのものじゃないっていう、反対意見はあるの？この効果はおもちゃであるという、否定的な意見も多く存在するぜ。その一つの説に、コスモスという会社が出している商品に見た目が非常に似ているらしく、重みも本物の効果そっくりのものが発見されているそうだぜ。そっくりなのがあるんだね。だが不思議なのは、おもちゃの1万円硬貨には子供銀行と記載されているにもかかわらず、偽1万円硬貨には、子供銀行の文字の記載が存在しないんだ。そうなの？本物の硬貨と間違えそうなおもちゃの硬貨に、明確な記載がないのも不自然だよね。また2012年の事件では、使用者は硬貨の模造品を作った罪で逮捕されていた事実もあるんだ。もし偽1万円硬貨がおもちゃであれば、この罪の内容はおかしいと、疑問視されているんだぜ。おもちゃなら、作った罪で逮捕されるわけないもんね。さらに、仮にこの事件で偽1万円硬貨の正体がわかり、後々罪の内容が、変更されていたのだとすれば、2017年の事件でおもちゃである事実や、販売元の情報が一切出てこないのは不自然だという話もあるんだ。確かにそうだよね、どうなんだろう。議論が続けば続くほど矛盾や疑問が増えていくから、現在でもパラレルワールドの、根拠説が、根強く提唱されているんだぜ。マンデラ効果。次は、マンデラ効果についてだな。どういう効果なの？マンデラ効果とは、事実と異なる記憶を不特定多数の人が共有している現象を指すものだな。学術用語ではないんだが、ネット上でよく使用される言葉だぜ。そんな言葉があるんだね。いつ生まれた言葉なの？2010年に存命だった南アフリカの指導者、ネルソン・マンデラに対して、多くの人が事実とは異なる記憶を持つという怪現象が起きたことにより、マンデラ効果という名前が生まれたんだぜ。割と最近生まれた言葉なんだね。何があったの？彼は過去に国家反逆罪で投獄された過去があったんだが、その後の献身的な行為で、南アフリカ大統領になって、2013年まで存命だったんだ。だがなぜか多くの人の間で、1980年代に獄死したと記憶されていて、なんと中には彼の追悼式の様子や夫人の演説、その後アフリカで起きた暴動の数々などを、詳細に記憶している人も存在したそうだぜ。それは記憶が違いすぎるよ。記憶が違う人たちの記憶は、一致していたの？不思議なことにその事実とは異なる記憶違いは、全員が同じものを見ていたかのように、一致していたそうなんだ。本当に不思議だね。こういったマンデラ効果のようなものは、人物だけではなく、物語や歴史、キャラクターなどの記憶にも発生するんだぜ。しかしなぜ、全く面識のない不特定多数の間で、記憶違いが共有されるのかは、分かっていないんだ。そのためこの現象自体が別の世界線、つまりパラレルワールドを垣間見たために起こる、現象なのではないかと言われているんだぜ。他に説明できる説が思いつかないもんね。日本でも何かあるの？マンデラ効果のような現象は世界中で報告されているんだが、日本にも存在しているぜ。場所は東京都大田区。この大田区は実はたくさんの人間が、以前は大田区だったと、勘違いしているという事実が存在するんだ。そうなの？少しは大田区だった時があるとか？大田区という表記だった事実は、一度もないと言われているぜ。他にも1989年に中国で起きた天安門事件の映像では、戦車の前に立ちはだかった男性が、そのまま引かれてしまうという記憶を持つ人がたくさんいるんだ。だが実際はこの男性は戦車の前から立ち退いていて引かれてはいないのに、当時現場を直接見ていた人の中にも、男性が引かれたという記憶を持つ人も存在しているんだぜ。一人だけなら勘違いで終わるけど、たくさんいるのが不思議すぎるね。他にはどんなものがあるの？軽く紹介していくが、世界地図を見てオーストラリアの位置の記憶違いという話もあるし、キャラクター系で言うと、ピカチュウの尻尾の先が黒いかどうかや、ミッキーマウスのサスペンダーの有無、他にはファンタのゴールデンアップルが、存在したかどうかなど、身近なところにもマンデラ効果は存在するんだぜ。そんなにあるの？今の私の記憶が事実と合っているのか、自信がなくなってくるよ。未発表のビートルズのカセット。次はどういうものなの？皆ご存知、ビートルズが関連する証拠品に関するものだな。この証拠品はカリフォルニア州のリバモアに住む、ジェームズ・リチャードという男性が、パラレルワールドから帰還した証拠として、ネット上に公開したものなんだ。本人がパラレルワールドに行ったって言っているものがあるんだ？どう言っているの？2009年9月9日、彼はドライブ中に愛犬のトイレのために、車を道路脇に停車させたんだ。しかしトイレ後愛犬がウサギを追いかけ始めてしまい、彼は愛犬を追いかけている、途中で転倒してしまい、そのまま意識を失ってしまったんだ。そして彼が目覚めた時、景色は一変していたんだぜ。全然違うんだ？どんな感じだったの？周りには見たこともない精密機械が置かれていて、知らない男性による治療を受けていたんだぜ。
目覚めてからその男性に、いろいろな話を聞いたんだぜ。男性はジョナスという名前で、この世界はジェームズ・リチャードがいた世界とは、違うパラレルワールドであることが判明したんだ。ウサギを追いかけて迷い込むなんて、不思議の国のアリスみたいだね。そしてジョナスによるとこの世界は、1950年代にパラレルワールド研究と、宇宙開発のどちらを行うべきか地球規模で議論されており、結果、パラレルワールドの、研究が選択されたそうなんだ。世界的にパラレルワールドの研究をするなんてすごいね。そのためパラレルワールドが身近な存在になっていて、ジョナスは偶然見つけた。ジェームズを、パラレルワールドの住人だと理解できたんだぜ。宇宙開発を選んだ私たちの世界とは、違う選択をしたわけだな。興味深いお話だね。そしてジョナスは、この世界では CD があまり普及しておらず、カセットテープが主流になっていることや、似たような味で違った名前の食べ物があることを教えてくれたんだ。いろいろ話していると、音楽の分野で、元いた世界と同じ名前のバンドが存在していることが、判明したんだぜ。それがビートルズなんだね。こっちの世界と違うことはあったの？ビートルズは解散しておらず、現役で活躍していることだな。元いた世界でビートルズは1970年4月に事実上の解散をし、1971年3月に法的に解散しているんだ。それにジェームズがパラレルワールドに迷い込んだ2009年の時点で、元メンバーのジョン・レノンとジョージ・ハリスンはこの世を去っているんだが、パラレルワールドの世界ではメンバー全員が揃っていたんだぜ。全然違うんだね。それを聞いたジェームズはどうしたの？このびっくりするような事実に強く興味を惹かれたジェームズは、何も持ち帰ってはいけないというジョナスの警告を無視して、カセットを一つポケットに忍ばせたんだ。そしてこちらの世界に帰ってきて、そのカセットの内容を YouTube 上にアップしたんだぜ。証拠があるのがすごいね。ただこっそり持ち帰ったため、このカセットに関する情報はスリーブに書かれた、エブリデイ・ケミストリーというアルバム名や曲名以外、何一つ残されていないんだ。そして録音されていたものは、間違いなくビートルズの曲であると確認されているんだぜ。今ある曲とは違ったってことだよね。それなら本当にパラレルワールドから持って帰ったんだ。ただ視聴者からは、これは既存のビートルズの曲やメンバーのソロ曲を切り張りしただけのものだという声も多く上がっていたんだ。ファンからすれば、どの曲を切り張りしたか一目瞭然らしく、 YouTube のコメント欄には曲ごとに使用された既存曲のタイトルが寄せられていたそうだぜ。嘘だったってこと？ただ、もし作られたミックス曲だったとすれば、どうやって作ったのか、技術的に謎だと、指摘されている曲も存在するんだ。コメント欄にはサンプルプロデューサーや、リミックスのプロたちもいたんだが、彼らは原曲から特定の音だけを抜いている部分の、ボーカル音声が非常にクリアな点を指摘し、リミックスでここまでクリアな音に、できるのかと疑問視していたそうなんだ。説明できない不思議なところもあるんだ。そして仮にこのカセットをリミックスで作るのならば、メンバーのソロ曲の録音を自由に入手でき、かなり高度なミックス技術を持っていて、かつ生演奏でインストを再編曲できる人物であったと指摘されているんだ。そんなことができる人物なんて限られるよね。かなり限られるな。そして目的も謎だから、本物か偽物かという結論は未だに出ていないんだぜ。本物でも偽物でも興味深いものだね。個人的には本物であってほしいな。宇宙論。次はどんな証拠なの？宇宙論だな。宇宙論の観点からは、パラレルワールドは存在すると考えられているんだぜ。どうしてそう考えられているの？宇宙観測の予測によると、宇宙が無限だと仮定すれば、理論的には起こる可能性の、あることは全て必ず起こるか、すでに起こっているという基本的な考えが存在するんだ。だから存在する可能性があるパラレルワールドは、存在するってことだね。その通りだぜ。そして現在、宇宙は無限で均一の物質によって満たされていると言われているんだ。この理論から考えれば、均一の物質で構成されたもう一人の自分が存在することは、天文学的な観点から見れば予測されうる事実になるんだぜ。無限なら、その無限のどこかに同じような世界があるってことだね。そして、ビッグバンから時間の進行方向に広がったのが現在ある宇宙だとすると、物理学の CPT 対称性という考え方によると、ビッグバンを中心として逆方向の、宇宙についても考えなければならないんだ。それは私たちの宇宙とは反対側の対照的な宇宙、そして対照的な世界の存在を考えることにつながるんだぜ。ちょっと難しいよ。物理学に関しても解説していると時間が足りないから割愛するが、わからない場合そんなこともあるんだと思ってくれていいぜ。だが、これを証明するような事実も確認されているんだぜ。どんな事実なの？
2020年5月、NASA の南極衝撃波とアンテナ、アニータが、地球の中から出現した、タウニュートリノを検知したんだ。これも詳しい説明は省くが、タウニュートリノは本来、宇宙から地球に向かって降り注ぐ存在なんだぜ。それが地球の中から出てきたんだね。貫通しただけじゃないの？高エネルギー粒子であるタウニュートリノは、固体物質に触れると静止するという性質を持つんだ。だから反対側から飛んできたタウニュートリノが地球を貫通して出てきたということは、考えにくいんだぜ。だからパラレルワールド説が出たんだね。その通りだぜ。このありえない動きを一部のメディアは、タウニュートリノが時間的に後方移動している。これはつまり時間が逆行する、パラレルワールドの存在を示唆する証拠である、と主張する動きがあるんだ。つまり、地球の反対の時間軸のパラレルワールドから飛んできたのだという主張だな。そんなパラレルワールドがあるとしたら、どんな世界なんだろう。そしてタウニュートリノを感知したアンテナアニータの研究チームは、138億年前のビッグバンの瞬間に2つの宇宙が形成されたのではないだろうか。もう1つの宇宙は我々の世界から見ると、ポジティブはネガティブに、左は右に、時間は逆行している鏡のような世界だろう。とし、粒子が時間を逆行している可能性があると言っているんだ。だがニュートリノ自体がまだ謎に包まれた存在なのも事実で、パラレルワールドの証拠だと判断するのは、早計だという意見もあるぜ。もしかしたら、物体を通り抜ける性質もあるのかもしれないんだね。他にも意見が存在し、今回の動きには物理学の分野での新発見が隠されている。可能性も大いに高いとも言われているんだ。この現象は、パラレルワールドの、証拠だけの話で終わるのはもったいないってわけだな。パラレルワールドだけじゃなく、すごいことがわかるかもしれないね。このタウニュートリノの謎の動きについての論文も未だ発表されていないから、アンテナの異常や他の要因によってもたらされたという可能性も排除できないがな。どうなんだろう。今後の研究に期待だな。20階建ての建物。次のパラレルワールドが実在する証拠は、どんなものなの？まず1986年11月9日、ペドロ・オリバ・ラミレス氏は、車の運転中に突然、テレポーテーション現象に遭遇したというんだ。瞬間移動したの？詳しく教えてよ。彼は午後11時頃に、スペインの都市セビリアから15キロほど離れた、アルカラ・デ・グアダイラに向かっていたんだ。すると高速道路を走っていたラミレス氏が、あるコーナーを曲がった瞬間、不思議な現象が起こったそうなんだぜ。どんなことが起こったの？なんと、目の前の道路が急に6車線に増えたんだ。え？彼は驚いたんだが、そのまま運転を続けていると、周りには明らかに見慣れない、景色が広がっていたんだぜ。すると突然、目の前に見たこともないような、20階建ての建物や見慣れない建造物が現れ、その道路の周りには高さ60センチほどの、草原が生い茂った風景が現れたそうなんだ。すごく奇妙な体験だね。そしてさっきの建物を見た瞬間、熱い感覚が彼を襲い、それと同時に運転する車の遠くから、あなたは別の地球にある別の国へ転送されました、という声が聞こえてきたそうなんだ。転送も驚くけど、突然聞こえてくる声の方が驚きそうだよ。その後どうなったの？その後彼は、1時間ほど運転を続けさまよっていたんだ。すると3つの標識が目につくんだ。そこにはマラガ、セビージェ、アルカラと、どうやら3カ所に分かれる、標識が現れたんだぜ。どの方向を選んだの？彼はセビージェを選び、回り道をすることに決めたんだ。そして車を止めてふと左側を見た瞬間、元々の目的地であるアルカラでグアダイラに、到着していたというんだぜ。戻ってくるのも急だったんだね。引き返したらさっきの場所に戻れるのかな？混乱した彼は通ってきた道筋を戻り見た風景を探したんだが、先ほどの3つの標識や、20階建ての建物や草原も、痕跡すら見つけることができなかったそうなんだ。なんで迷い込んじゃったんだろう。選択を間違えていたら、その世界に取り残されたのかな。その可能性もあるな。なんだかゾッとするね。不思議な形の岩。6個目はどういうものなの？不思議な形の岩だな。まずペルー共和国の首都リマから5時間のアンデス山脈に、マルカワシストーンフォレスト、という場所があるんだ。その場所には4000を超える岩石の奇跡群があって、そこにはまるで、彫刻されたような人間の顔の形をした不気味な岩がたくさんあり、どのように形作られたのか、その工程がはっきりしていない謎の岩石群が存在するんだぜ。そんな不思議な場所があるんだね。どうしてそんなに奇妙な石があるんだろう。一説によると、約7000年前はこの場所は海底の一部だったと考えられていて、火山の噴火によって海面に落ちた溶岩が海底に沈み、その溶岩が冷えて固まり、大地と同化し、そしてそれらが風や雨などの影響で風化し、現在の形になったという説があるぜ。
自然によるものだってことだね。あくまで一つの説で証明されているわけではなく、現在は不思議な岩のままだな。そして不思議なのはその見た目だけではなく、マルカワシストーンフォレストが、異世界へ繋がる場所であると言われていることなんだ。どうしてそう言われているの？今在住のラウル・リオス・センテの博士が診察した、半身の運動機能を完全に失った。片麻痺の女性から聞いた、驚くべき発言がその異世界の話に繋がる発端だな。どういうお話なの？ある日彼女が友人たちと森でキャンプをしていると、ライトに照らされた洞窟を発見したんだ。すると洞窟の中から音楽が聞こえてきて中を覗いてみると、17世紀の時代の服装をした、人々が踊っているのが見えたそうなんだ。かなり不思議な体験をしているね。彼女はその後どうしたの？中の様子が気になり、洞窟の中に入ろうとしたんだ。彼女はそのまま中に吸い込まれるように入っていくんだが、体が全部洞窟に。入り込む前に、友人が彼女を力ずくで引き戻したんだ。彼女は無事にこちらの世界に戻ることができたんだが、その出来事があってから、彼女の身体の半分が麻痺してしまったそうなんだぜ。これが麻痺の原因だったの？事故とかじゃなく？その後の医学的な診断の結果、彼女には麻痺状態につながるような原因が、特定できなかったとされているんだぜ。それらのことから、彼女の半身はパラレルワールドの入り口に入り引き戻されたことで、神経系が断裂し片麻痺になってしまったのだろうと言われているんだ。もしかしたら、半身を向こうに取られちゃったのかもしれないね。地元の住民の多くは、この場所には別の次元に繋がるような扉があると信じていて、研究者の中にも、彼女が見つけたような入り口は別の世界に繋がっていて、存在すると唱える人もいるんだぜ。本当にあるのかな？気になる。締め。今回はパラレルワールドが実在する証拠6選について解説したが、どうだった？パラレルワールドのお話って世界中にあるんだね。本当に存在するのかもしれないと思えてきたよ。もしかしたら、いつの間にか不思議な世界に迷い込んでいるかもしれないな。その世界にもポテチはあるといいな。ポテチがない世界に迷い込んでも大丈夫なように、今から食べておくのもいいかもな。そうするよ。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、最近は国内外を問わず異世界をモチーフにした作品が人気だよね。確かに。日本ではライトノベルを中心に異世界転生ものというジャンルが確立され、海外ではマーベル映画などでマルチバースという平行宇宙が作中に登場しているぜ。非現実的な世界だからこそ夢もあるし、ごく普通の主人公が異世界で特別な存在になれるところも憧れを抱いちゃうよね。突拍子もないフィクションの概念のように思えるが、そうとは言い切れないぜ。どうして？世界にはパラレルワールドの存在の証明になるかもしれない証拠や、パラレルワールドに行った人、もしくはそちらから来たと主張する人が存在するんだぜ。にわかに信じがたいけど、そういう話は興味ある。今回はそうしたパラレルワールドの実在を証明するかもしれない証拠について解説しよう。それではゆっくりしていってね。1. パラレルワールドとは、まず一つずつ証拠を見ていく前に少しパラレルワールドについて説明をしておこう。了解。パラレルワールドとは、ある世界から分岐し、それに並行して存在する別の世界のことだ。つまり今いる世界とは別の世界が存在していて、そこでは別の自分が暮らしているってことね。そうだぜ。そうした世界が無数に存在していると考えるのがマルチバースという理論だぜ。このパラレルワールドという理論の魅力は、この考え方が SF やオカルトだけでなく、物理学や量子力学の面から見ても存在が立証できる可能性があることだろう。本当に立証できたらすごいことだね。一般的にパラレルワールドと言われる理論には2通りあり、一つはアワ宇宙モデルなどのインフレーション宇宙論、もう一つは多世界解釈だ。インフレーション宇宙論って？インフレーション宇宙論とは、宇宙の創世期に宇宙が急速に加速膨張を起こし、その加速膨張が終了する頃に膨大な熱が発生して火の玉宇宙が作られたという理論だぜ。この理論の派生系としてインフレーションは今でもずっと続いており、無数の宇宙を泡のように、無限に作り出していると予測しているものを泡宇宙理論と言うんだ。泡宇宙の性質はこの宇宙と同じとは限らず、物理法則や環境が異なる宇宙もあれば、全く同じ宇宙もあるかもしれない。ちょっと難しい。でもそういう理論があるってことね。もう一つの有力な理論である多世界解釈は、量子力学をマクロな世界に当てはめるべく、提唱されたものだ。私たちが何かを決定するたびに宇宙は分岐して異なる現実が生まれ、分岐先では違った選択をした場合の世界となっている。つまり人が何かを選択するたびにその人の生きる世界が枝分かれしていくってこと？ああ。無数に増えていくことになるぜ。最初に挙げた例で言うと、日本で多く見られる異世界は、インフレーション宇宙論、
マーベルのマルチバースは、多世界解釈タイプのパラレルワールドに分類できるだろう。今現在、パラレルワールドは証明できるの？今現在の理論、科学力ではどちらの場合だとしてもパラレルワールドを認知し、観測することはできないとされているが、何事にも例外はあるぜ。パラレルワールドを認識するだけでなく、意図せず行き来してしまった人もいるかもしれない。まずは異世界から来たのではないかと言われている男の話からしよう。よろしくね。2. 実在しない国から来日した男、ジェナンスファー・バーホドリック。1954年7月の羽田空港に、ジェナンスファー・バーホドリックという男が現れた。彼は入国ビザとパスポートを持っていたが、入国管理局は彼の入国を拒否したぜ。どうして？なぜかというと、彼はトレドというこの世界には存在しない国のパスポートを持っていたからだ。トレドなんて国初めて聞いたよ。トレドがどこにあるのかを聞かれた彼は、スペインとフランスの間にある、アンドラという国がある部分を指すのだが、もちろんそこにはトレドという地名はなく、そのことに彼もひどく動揺したぜ。そりゃ自分が住んでる国が地図になかったら動揺しちゃうわよね。バーホドリックはフランス語の他に日本語も流暢に話し、ヨーロッパの通貨以外に見慣れない。銀行の小切手や日本で滞在予定のホテルの予約書を持っていた。しかし調べてみると小切手を発行した銀行は、世界のどこにも存在せず、予約されていたホテルは愚か勤務先の会社もなかったんだ。唯一、彼が日本で会う予定だった。日本の企業は実際に存在しており、連絡を取ることができたが、そんな人物は知らないし、会う予定もないと言われてしまったぜ。ただの怪しい人物だったのでは？これだけ見ればただ虚偽の申告をして入国をしようとした人物の嘘がバレただけのようだが、そうとは言い切れないぜ。バーホドリックのパスポートには、今までにビジネスなどで訪れた国の出国スタンプが押されていたのだが、その中にはいくつか日本のものもあったんだ。しかもどうやらそれが本物のようなんだぜ。どうして本物だって言えるの？本人に聞いたところ、今までにもビジネス目的で来日したことがあるとのこと。つまり入国管理局はトレドという存在していない国から来た男の入国を何度も認めていたことになる。ほう、取り調べは8時間以上に及び、翌日に持ち越されたため、バーホドリックは羽田空港近郊のホテルへと輸送された。15階の部屋の入り口に2名の警備員を配置して彼が逃亡しないように一晩中監視をした。しかし翌日の朝、担当官が迎えに行くと、ノックをしても返事がない。不審に思った担当官が合鍵を使って部屋に入ると、男の姿は忽然となくなっていたそうだ。窓から逃げたのでは？もちろん警備員は入り口から彼が出入りしているのは見ておらず、外に出るには窓から出るしかなかったが、最上階の15階だぜ。そうだったね。それはさすがに無理だね。その後、日本政府関係者による追跡捜査はされたが、バーホドリックは二度と現れず、全く足取りがつかめないまま捜査は打ち切りになったんだ。さらに不思議なことに、厳重に空港の警備室に保管されていたはずの彼の証明書や書類も、消えていたそうだぜ。え、マジ？こうしてジェナンスファー、バーホドリックは、まるで最初から存在していなかったかのように、何の証拠を残すこともなく消え去ってしまったぜ。この出来事は当時の英字新聞ジャパンタイムズにも掲載されていたようだが、この出来事が有名になったのは、イギリスの小説家、評論家である、コリン・ウィルソンが1981年に執筆した未知への辞典の中で紹介されたことが、きっかけとされているぜ。結局正体はわからないまま？バーホドリックの正体については、様々な議論がされており、トレドという国が存在しないと聞いた時の、彼の驚いた反応から、別の世界から来たのではないか、タイムトラベラーなのではないかなどと、言われているんだ。日本での出来事なのだから、日本の新聞などにも記事は残っていないの？実はそこがこのエピソードでいくつか怪しまれている点の一つだぜ。まずこの事件を伝えた日本の新聞記事が調べても出てこないこと。新聞に載ったという情報の出どころは事件から17年後に書かれたコリン・ウィルソンの本のみなんだ。さらにホテルの名前や会社の名前など具体的な名称が出てこないことも不思議な点だぜ。さらに決定的なのはネット上で見られるバーホドリックのものらしきパスポートだ。パスポートは確かにトレドと書かれているのだが、下に書かれている国名コードには GBR とある。GBR？ どこの国？実はこれはイギリスを表すコードだぜ。また、イギリスは2012年頃に、パスポートのデザインを変えているのだが、その時にサンプル画像を公開している。もしかしてバーホドリックのパスポートはそれを利用したコラ画像とか？おそらくそうだろう。また、ネット上の情報では、彼を1988年生まれの65歳で、2053年の未来からやってきたタイムトラベラー、だとする意見があるぜ。しかしこれもおそらく、パスポートの解釈を誤ったものだ。というと？一見のパスポートの画像の出生年は、下2桁の88しか書かれておらず、
65歳という年齢はこれを1888年だと解釈したものなのだろう。しかしその情報を見て1988年だと思い込んだ人が2つを組み合わせた結果、バーホドリックが未来から来たタイムトラベラーと思われるようになったのだと思うぜ。なるほど。このような点からバーホドリックの一件は、コリン・ウィルソンの創作だと、一般的には考えられているぜ。しかし、断定はできないぜ。違う世界となれば技術や常識も違うはずだもんね。彼の姿や書類が消えたのも私たちの理解を超えた方法を用いた可能性もあるかもしれないぜ。3. パラレルワールドに帰れない人。ネットを見てみると、意外なほど多くのパラレルワールド体験談が見つかるはずだぜ。どれも本当かどうかはわからないよ。確かに。そのほとんどが5チャンネルなどの匿名掲示板で書かれており、話が途中で途切れてしまっている、話をしている人とコンタクトを取って、真偽を確かめることができないなど、いまいち信憑性に欠けることも多くあるからな。連絡が取れた人なんているのかな？中には連絡が取れ、実名も広まっている人もいるぜ。ここではそんなスペイン人女性を紹介するぜ。よろしくね。2008年2月頃に41歳の女性、レリーナ・ガルシア・ゴルドが目覚めた時、違和感に気づいたそうだ。確かに自分の部屋で、眠りについたのと同じ年、同じ日付なのだが、ベッドのシーツの色や着ていたパジャマなど、昨晩とは違っていた。しかしその時にはあまり気に留めずに職場に向かい、20年以上働いているオフィスに着くと、そのオフィスに彼女の席はなかったというぜ。それは焦るね。自分の知らぬ間にクビになっていたのかと思い、調べてみると社員名簿には名前が載っており、別の部署、別の部長の下で働いていることになっていたそうだ。他にも違う点があるか確かめるため、彼女はすぐにクレジットカードや運転免許証、会社の ID などをチェックしたが、それらは全てガルシアが知っている通りのものだったぜ。頭が混乱してきて体調の悪くなった彼女は、会社を休み、病院で検査してもらうが、何も異常はなかった。さらに家に帰ると、6ヶ月前に別れたはずの元彼がいたそうだ。それはちょっと怖い。ガルシアは7年間付き合っていた元彼と別れ、4ヶ月前から別の男性と付き合っていたはず。なのだが、探偵に探してもらってもその男性が見つからない。その世界では別れたという事実すらなく、現在の彼氏だったはずの男性と彼の息子は、元からその世界には存在していないかのようだった。ガルシアは自分が一時的に神経衰弱になっているのではないかと思い、精神科医にも検査してもらったが、彼女の心身は健康で何の問題もなかったぜ。ふむふむ、医師はストレスで幻覚を見たのではないかと言ったが、彼女に別れとその息子と過ごした期間のことは幻とは思えないそうだ。調べてみると世間のニュースを記憶と、照らし合わせてみてもおかしいところはないのだが、彼女の周りで起こった、5ヶ月ほどの出来事が微妙に違うらしいんだ。例えば、自分の記憶では、家族とマドリーで過ごしたはずの大晦日に、友人とアルメリアにいたことになっていたり、行けなかったはずのライブに行っていて、アーティストと一緒に撮った写真が家に飾られていたり、妹が肩の手術を受けたはずなのに、なかったことになっていたりと、記憶と食い違っている出来事がちらほらとあったそうだぜ。なるほど。ガルシアは周りの人たちには、自分の話を信じてもらえず、精神異常者と思われてしまうとして、この話をネット上にあるスペイン語コミュニティ内の、平行宇宙について語るページに書き込みをしたぜ。そして自身のメールアドレスを公開し、同じ体験をしたことのある人は連絡をしてほしいと声をかけたんだ。そんなことしても、いたずらメールしか来ないんじゃないの。彼女は世界各国から様々な言語で6000通を超えるメールを受け取ったが、ほとんどが好奇心から送られてくる、彼女が求めていたような内容ではないメールだったぜ。しかし、中には南アフリカなどから同じような体験をしたという連絡もあったそうだぜ。それも本当かどうかはわからないよね。結局解決できないままなの？異変を感じてから10年以上が経過した現在、ガルシアは自分に起こった出来事が何だったのかを、追求することに疲れてしまい、現状を受け入れて静かに暮らしているそうだ。異変が起こった日に彼女に何があったのか、そして別の世界に来てしまったのだとすれば、元からいたはずのガルシアはどこに行ってしまったのか、わからないことだらけだね。人々の興味を引く話として、今でも彼女の元には連絡が来ていることだろう。4. グリーンチルドレン。12世紀頃のイギリス、サフォーク郡ウールピットという村では、狼に家畜が襲われる被害に悩まされていたそうだ。そこで落とし穴を掘って対策をしていたのだが、ある日その穴から二人の不思議な子供が見つかったそうだぜ。え、子供が？子供たちは奇妙なデザインの服を着ていて、全く理解できない言語を話し、なんと肌が緑色だったそうだぜ。もしかして宇宙人？子供たちは、グリーンチルドレンと言われるようになったぜ。地元の有力者の元に引き取られたが、与えられた料理を食べることはせず、
どんどん衰弱していったそうだ。しかし屋敷内で見つけたインゲン豆だけは、食べることができ、次第に普通の食事も取ることができるようになるにつれて、肌の色も緑色が抜けて普通の子供と同じような見た目になっていったみたいだ。それなら宇宙人ではないのか。残念ながら弟の方は重いうつ状態の末に原因不明の病気にかかり亡くなってしまったが、姉はアグネスと名前を付けられて屋敷の使用人として働きながら英語を学ぶことになるぜ。次第に周りの人たちとも意思疎通を図ることができるようになってきた彼女は、村に来るまでの話も語るようになったぜ。何を語ったの？彼女たちはセイマー県という全身緑色の人たちが住む地域から来たらしく、その地域は太陽が昇ることがなく、常に夕暮れ時のような暗さだという。近くには日光に照らされた明るい場所もあるが、そことは大きな川で隔てられているそうだ。アグネスは父親の飼っている家畜の群れに餌をやっている時に聞こえた教会の鐘の音らしき音に、惹かれて歩いていたら、いつの間にか穴の中にいたのだと語ったぜ。成長したアグネスはどうなったの？セイマー県ってどこなんだろう？結局そこに帰ることはできたの？記録ではその後アグネスはセイマー県に帰ることができず、結婚して子供を残したと言われている。もしかすると今でもアグネスの子孫が、ウールピットにはいるのかもしれないぜ。全身緑色の人間というなんとも不思議な話だね。その正体が気になる。現実的な説で言うと、何かしらの病気だったという説があるぜ。色素系貧血に陥っていた、硫化水素にさらされた土地で育った、ヒ素中毒に陥っていたなど、いくつかの考察がされていたぜ。屋敷で食事をするようになってから、体の色が緑色ではなくなっていったというのも、しっかりとバランスよく栄養を取れるようになったことで健康状況が改善された、と解釈することができるぜ。でもそれでは言葉や服装がおかしかったというのは不可解だよ。そこで挙げられている説が、宇宙人説と異世界人説だ。17世紀にオックスフォード大学の学者だったロバート、バートン博士は、子女の中で二人は金星か火星からやってきたはずだと、主張していたぜ。また、現代の天文学者で作家である、ダンカン、ルナンもグリーンチルドレンは、物質転移装置の故障によって偶然に自分の惑星から、ウールピットへ送られてきたのではないかと推測しており、セイマー県は彼らの太陽と、同期軌道にある惑星なのではないかという説を唱えている。この説の通りであれば、惑星には太陽の光が当たり続ける面と、全く当たらない面ができるため、確かにアグネスの説明通りの状況になるかもね。しかしもし宇宙人だとすれば普通の食事を取るようになったら次第に普通の人間の子供と、変わらない見た目になったことや、アグネスが子供を残していること、セイマー県という地名にやはり疑問が生じるぜ。確かに。となると、あり得る説は別の世界から来てしまった人間だという説ではないかな。そうであれば姿がほとんど人と変わらないことや、地名がセイマー県というヨーロッパ県らしい響き、であることも説明がつくよ。しかし太陽の光が全く当たらない地域というのは、おそらく地球上にはないぜ。やはり別の世界というのはこの世界とは、全く異なった環境なのかもしれないぜ。また、別の世界というのがパラレルワールドではなく地球の地下を指しているのではないか、という面白い説もあるぜ。地球の地下？これは地球空洞説という都市伝説には上がるたという地底都市があるという話があるが、それと関連させて提唱されているのがこの説だぜ。アグネスたちは狼対策の穴から見つかったと、言ったが、現地では村の近くにある洞窟から二人が出てきたというバージョンもあるんだ。そんなバージョンもあったのか。その洞窟が地下世界と繋がっているというんだぜ。地下に川が流れているのか、地下なのに明るい場所があるのはなぜか、など、謎の多く残る説であることは間違いないけどな。もし本当にそうだったらと考えると魅力的な説ではあるね。5. タウニュートリノ。パラレルワールドがあることを示す物的な証拠としては、謎の文字と未知の植物が、描かれているボイニッチ手稿が有名だぜ。それ知ってる。ただ、執筆時期や出所が不明瞭であることもあって、どうしてもオカルト色を強く感じてしまうよ。だが、ここで紹介する現象の情報元は、アメリカ航空宇宙局、NASA だぜ。情報源が NASA なら信憑性があるね。2020年5月、NASA の科学者がパラレル宇宙を検知した、というニュースが報じられた。NASA が南極に設置しているニュートリノを、検知するためのアンテナが奇妙な現象を観測したんだ。アニタというアンテナは、低エネルギーの素粒子であるニュートリノを観測するための装置で、ニュートリノは宇宙から、地球に降り注いでいると考えられていたが、今回は反対に地球から宇宙に向けて飛び出している、ニュートリノを検知したんだぜ。この本来とは反対の動きをしている素粒子は、タウニュートリノと名付けられたぜ。それがどうして証拠になるの？タウニュートリノのような高エネルギーの粒子が降ってきても地球を通過することは考えられず、地表から出てくることはありえないため、この素粒子は時間的に後方移動しており、
平行宇宙の証拠を示唆していると報じられたんだ。なるほど。現在、宇宙の起源についてビッグバンとして考え、時間とともに宇宙が膨張しているとする、ラムダ・コールド・ダークマターモデルという考え方が主流だ。そこで物理学の面から疑問が生じるぜ。というと、物理学には CPT 対称性という法則があり、それに則るとビッグバンを中心に反対側にも、同じような時空が存在しているはずだ。この宇宙は私たちの宇宙とは鏡写しであるため、私たちから見ればそちらの宇宙では時間が逆行しているように観測できるはずなのだ。2018年にはオックスフォード大学の研究チームが反対側の宇宙、ミラー、ユニバースについての論文を発表しているぜ。この理論をもとに考えることで宇宙の起源について、現在抱えている問題点は解決することができ、タウニュートリノはその証拠であると言うんだ。ふむふむ。ところが多くの科学系のメディアは、この報道に対して事実を著しく誇張されている、と指摘した。フォーブスの報道では、南極のアイスキューブ、ニュートリノ観測所、などの施設では、5000を超える光学検出器が設置されているため、NASA の発表が正しいのであれば、南極大陸で報告される結果が一貫しているはずだと、指摘されており、この NASA の研究者の発見は何らかの異常であり、科学的に説明することはできないと結論付けられたぜ。とはいえあくまで今回の発見は誇張と指摘されただけで、頭から全て否定されたわけではない。ニュートリノはそもそもまだ、分かっていないことも多く、天体物理学者や科学者が今でも研究を続けている状況だぜ。今後、その研究がさらに進んで、今以上にタウニュートリノの観測が進めば、科学的にパラレルワールドの存在を明らかにできる日が来るかもしれないね。締め。今回はパラレルワールドという一見非現実的な世界について解説をしたぜ。魔法が使えて、不思議な生き物がいるような、いわゆる異世界のイメージとは違っていたけど、案外身近な出来事や思いもよらぬタイミングで別の世界と繋がるかもしれないと考えると、心躍るものがあるね。科学的ではないと一周してしまうのも簡単だが、あくまで今の科学力では、の話だぜ。頭ごなしに否定するのではなく、可能性を信じていろいろな空想をしている方が、実は生産的かもしれないぜ。そうだね。タウニュートリノの話にもあったように、パラレルワールドという、荒唐無稽に思えるような発想も存在していることを念頭に置くと、今直面している理論的な問題点を、クリアして科学を一歩先に進ませることができるかもしれない。そういうことを考えながらパラレルワールドを題材にしたフィクションを見ると、今までとはまた違った楽しみ方ができるかもね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても、嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。